金平梅。その頃、正門家の裏庭では。教授様から手に入らなかったの？玉露様もダメだったって。本当に品薄らしいわ。二人とも推しが足りないのよ。こういう時は金蓮様か平次様よね。芸春だって結婚したいって言ってたんだから、平次様に頼んでくれればいいのに。どうなさったの？これは平次様。何が手に入らなかったの？それが郊外という良縁に効くという薬で、私たち良い人が見つかればと思って。まあ良縁？芸春たら、そんなことなら私に一言言ってくれればいいのに。でも芸春さんは部屋の主に頼み事はできないと。芸春がそんなことを？あ、今わかったわ。芸春が私に冷たかった理由。芸春はずっと結婚したかったのにできなくて、私が羨ましかったのね。きっとそうだわ。だから私が妬ましくて、あんな態度を。羨ましくて卑屈になって、私に頼み事もできないのね。おかわいそう。私が何とかして差し上げなくては。失礼するわ。はい。平次様に喋って大丈夫だったかしら？もう遅いわよ。私が芸春の相手を見つけてあげれば、芸春は喜んで私のことを慕うはずよ。どんな人がいいかしら。それでは旦那様、失礼いたします。陣経済はどうかしら。いい考えだわ。うちの召使い同士だし、芸春だってきっと文句はないわ。それに私好きの召使いですもの。経済だって喜ぶはずよ。経済は私には冷たい人だったけど、私が縁結びになったら感謝して私にもっと尽くすはず。これは何としても二人の仲を取り持って差し上げないと。久しぶりね、経済。ご奥様。ちょっと。え、ご奥様。うん、経済ったら、こんなところに私を押し込んで何するつもり？冗談はやめてください。本当に誤解されたらどうしますか？そうよね、悲鳴を上げたら誤解されるわよね。何の脅しですか？ちょっと聞きたいことがあるの。答えてもらうわよ。郊外のこと教えてくれる？郊外の何をですか？人気がありすぎて売り切れだそうね。それで本当に薬が欲しい人のために危ない商売が繁盛してるとか。思わず王政や白煙を思い出したんだけど、正門家なら手に入る材料で作ってるって聞いたわ。教えてよ、郊外って何でできてるの？なんだ、そんなことですか。え？郊外は死人から絞り取った血をサメの油で固めたもんです。死人の血？はい。他にも死体から作る薬はありますよ。上巻とか神経とか。どこから死体を？頸部からです。処刑された罪人を旦那様のおかげでうちが優先的にもらってます。なんだ、だから正門家なら手に入るって。あ、じゃあ繁盛してる危ない商売って死体を買うか作るかでしょうね。あっさり言うのね、作るなんて。あまり世の中が物騒になるのも困るので旦那様には進言しました。明日には一人死体を作る輩が警部に摘発されますよ。ふーん、ありがとう。結構普通の答えでつまんなかった。気が済んだわ。そういえばお会いするのは彦岬以来ですね。ええ、
ああ、そういえば岬からの帰り道、私お気に入りの巻物を風に飛ばされてしまったの。残念だったわ。じゃあね。我ながらせんないことを。そして翌日、経済の言葉通り。動くな、警部だ。おい、出てきたぞ。身寄りのない者を殺してたってさ。いやー、怖いねー。地下には死体が山ほどだってさ。聖闘女様、そろそろ。あのような盆脈のものから作るような郊外なぞ、私のそれとは比べ物にならないわ。そんなに大勢の人を殺すなんて怖いですね。捕まってよかったです。そうね、いくら合法とはいえ、うちの商売も大概なもんだわ。旦那様、それでは少しの間実家に戻ってまいります。ああ、御家の皆様によろしく伝えてくれ。それから月女、昨日も話したが、郊外や上官を売る店があったらご注意をと。わかりました、行ってまいります。大奥様はお出かけなのね。ええ、ご実家だそうよ。そういえば平次様もさっきお出かけになったのを見たわ。どちらに？さあ、何も言わずに出かけたということは、きっとろくでもないところに行ったに違いないわ。経済さん、お客様がお見えなんですが。誰だい？それが、これは六奥様。このようなところにいらっしゃるとは。お召しがあれば参上しましたもの。良いのです。今日はあなたにお願いがあってきましたの。六奥様が私にですか？どのようなことでございましょう？私の部屋付きの芸春をご存知？はい。芸春のことどう思います？落ち着いた思慮深い方だと思います。なんだ急に。まあ、これは脈があるわね。経済さん、私が今日来たのはあなたに芸春を目合わせたいと思ったからなの。二人はお似合いの夫婦だわ。は？私からぜひにとお願いするわ。第六夫人がここまで来たのですから、まさか私に恥をかかせるおつもりはないでしょうね。いきなりの平次の申し出に唖然とする経済。大変だ。経済がいかに答えたかは次の回で。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきました。とっても励みになりますわね、旦那様。平次、あんたはいいの？だって皆様、どうぞよろしくお願いします。ひどいわ、キネさん。あなたたち、おやめなさい。